こんにちは。オプス続きやっていきます。ちょうどゾーン1が終わったところまでやりました。マウスをつなげました。ちょっと動かなかったのでここがはい、だけどやっていきましょう。これでいいのかな。オプスの電力供給率 30%。 ただいまゾーンレーダーを修復中。ゾーンレーダー起動。画面の上にあるゾーンレーダーを参考にしてターゲットと銀河ゾーンの相対的な位置を知ることができます。ちょっとまた広くなっていく感じですよね、どんどんね。銀河ゾーン、確か惑星の位置を定めるために使うって博士が言ってたような。やったね、 M。 これで宇宙の第一ゾーン以外の部分も探索できるようになったよ。どんどん広がるんじゃないか。怖い。うるさいな。言われなくても M だって知ってる。はいはい。恐ろしい。さあ、探しましょう。後半怖いわ。わわわわ。いっぱい出てきちゃったよ。ゾーン2。これだ。0201。リサから90度の方向にあります。探そう。戻ろう初期位置に戻そう。ここかな。90度の正域の違うところ、無正域この辺だ。これっぽい。41%。この惑星の運行軌道は恒星から遠く離れている。そのため日当たりが悪く、地表温度は極めて低温だ。-41°C だ。水もないわ。へえ。はい。データ読み込み中。あ、下に行ってる。M ちゃん。M は君の協力なんていらない。ちょっと旦那、私意外と役に立っちゃいますよ。 M は博士の話しか聞きません本当に私の姿をじっくり見てみて。ほら、博士と話している気がしてこない。汎用第三型は博士じゃない。 M は仕事に戻る。もうほんと失礼しゃ。じゃあもう邪魔しません。まだ来たぞ。 M は一人だって地球を見つけられる。またダメだったわ。 M の気を引けるものを探さなきゃ。この辺新しく見つかったりとかはないか。まあ同じですね。こうさっき見つけられたからかな。よし、次行きますか。2個増えた。ほう、リサからじゃないんだ。180度の方向にあります。なんとか星雲0402。はい、ここから入った。ここの04
すごい色だ。04この辺上に、ああ行き過ぎちゃった。あれ下か。いっぱいあるよ星。もう一回ちょっと見ていい？もう一回見れる？うわ分かりにく。この辺の星だ。でも0402これか。この辺で一番大きいのこれだもんね。34%。この惑星の地表温度は極めて低温で体積も大きすぎる。人間の生活リズムに合わない。温度-30°。はい、なかなかないね。うん、これも地球じゃない。 M は考え中。あら奇遇ね。お姉さんも考え事が大好きなの。一緒に考えてあげる。分かった。あなたの悩みはズバリ、どうして地球は見つからないの？でしょ。あー聞こえない聞こえない。それは残念ね。すぐに地球を見つけられる明暗があるのにな。あーえ。M 君素直で可愛いね。どんな方法があるの？汎用第三型。やっと話を聞く気になった。方法はとっても簡単。私、リサと望遠鏡を接続すればいいのよ。それで、うん、いまいち説明しにくいわね。ちょっと望遠鏡を起動させてみてくれない？やった方が早いわ。行ってみるか。望遠鏡は汎用人工知能第三型と接続中。惑星スキャン演算システムを追加。何をするつもり？接続完了。惑星スキャン演算システムを追加しました。よし接続完了ね。え、なんだろう。博士の望遠鏡壊しちゃダメだ。いつになったらリサって呼んでくれるのかな。それより M、 モニター中央の青いシグナルに気づいた？気づきません。ん？望遠鏡を動かしてみて。演算法でそれらしい惑星を見つけ出すから。これがリサが叶えてあげられる一つ目の願いだよ。え、なんか全然わからへん。ちょっとやってみるか。はい、うん？あ、この隣の方の、方だね。探そう。で、何ができるようになったかちょっと全く分かってないんですけど、私。あ、こういうことね。もうちょっと慎重に望遠鏡操作して、この近くだわ。はっ。出てくれるんだ、分かりやすく。へぇー。これか。多分38だよ。この惑星は体積が大きくて、周りは逆光軌道を持つ不規則衛星で満ちている。極めて危険だ。まがまがしい色してるな。はい、読み込み中。リサ本当に役に立つでしょ。 M 感謝してくれてもいいのよ。うん、役に立った。汎用第三型を M の役に立った。意地でも名前呼ばないんだな。ちびかんくん、いい。私はリサ。そう、呼び方はとても失礼だわ。ちびかんくんって言うな。私だって汎用第三型じゃないわ、リサよ。でもそれは博士の名前だ。だからリサ、ありがとう。こちらこそ M、 ありがとうね。
これから一緒に頑張りましょう。どうしたの？リサ、博士がどこに行ったか知ってる？残念だけど、それは私にも。そっか。でも心配しないで、エム。リサが何とかしてあげる。本当に？もちろんよ。これが私の存在理由なんだから。リサにも目標があるの？当然、エムの願いを実現させることが私の一番の望み。また来たぞ。どうしてリサの外見は博士とそっくりなんだろう。任せてって言ったけど、実は自信ないのよね。何か M のためにできることがあるかしら。このニコンが変わった？ね、この辺気になるよね。次やりましょう。だんだんね、もう迷ってきました。さあ頑張るぞ。はい、1個目、はてなはてなだよ。リサ演算法で地球を探してみてください。うわー、座標なしか。でもここのところのどこかにあるのね。無正規になっちゃった。ねえ、全然わからない。なんとかせえ。あ、この辺？なんかいっぱい出てきたよ。どんどんスキャンすればいいのかな。あの上のやつか。地球ではありません。あれ、この辺りに何かあるような。あ、ターゲット、ちょっと待って待って飛ばしちゃった今。スキャン。でも違う、この大きいやつかな。てかこれしかないわ。こうやって見つけるの大変。76%、 高い。ぽいぽいぽい。この惑星はとても豊かな、かな。水資源に覆われているが、地表の気流が荒く、暴風や雷雨ばかりだ。あー、温度が低いけど、水 96% だ。へえ。はい。これすごい近かった。リサ、どうして博士は地球を探していたの？その答えはリサが教えてあげよう。リサ・アダムズの記憶データベース内を探索。博士は言ってた。もし地球が見つからなければ人類は滅びるしかないって。うん、私の脳内にある疑似人格の情報と全く一緒だわ。知っているならどうして聞いたのよ。滅ぶって M には何のことかわからない。ん？ M がわからないんだったら地球を探す必要はないんじゃない？でも博士と約束したんだ。はいはい、冗談よ冗談。滅びるっていうのはね、つまりシャットダウンよ。シャットダウンか。それなら M は急がなきゃ。よかったわ。でもどうして突然？だってもし博士がシャットダウンしたら博士が消えてしまう。そんなの嫌だ。リサ？そうね、必ず地球を見つけましょう。え、なんかありそうだな。滅ぶっていうのはシャットダウンのことなんだ。とはいえ、地球が本当に存在するかどうかは私も、1個増えた。よし、やるぞ。次だ。
またかー。あっちの声優に行けばいいのね。よし、行くぞ。無声駅。下の方かな。ここだ。ここら辺の。あった。システムがそれらしい惑星をスキャンしました。3つぐらいあるね。じゃあちっちゃいのからやっていく？ほい。気球ではありません。気球ではありません。53。地表は大気圏の保護がなく、自転による一日の長さが非常に長い。人間が住める星ではない。水もないわ。これやっぱ自分でつけられるっぽいな。ぽいね。まあちょっと全部つけていくの大変だからデフォルトでいきましょう。電力供給 80%、 エンジン再起動。中性に何かあった？エンジンがやっと動き始めたわ。オプス研究室起動。あ、下の階が。あ、なんか草木が生えてるよ。オプス船体情報室起動。あ、下もだ。研究室と情報室の電力が回復したわ。それで？ちびかんくん、地球を見つけるための手がかりが見つかるかもって言ってるのよ。そっか、でも M はちびかんじゃない。ちょっと見てみますか。わ、行き過ぎちゃうぞ。マスティか。すごい、草が。これは？何か物質の分析をやっているらしい。資料の出どころは不明。おかしいな。博士は何の惑星を観察していたんだろう。しまった、まだ任務の途中だ。後でじっくり研究してみよう。これは惑星生態シミュレーターはデータを通して生命体の存在をシミュレートすることができる。中の植物が凍っている。停電が原因かもしれない。情報試技探査モジュールに追加します。地球探索プロジェクト宣言。人類が宇宙に進出してから100万年が経過した今、改造された遺伝子の問題点が次々に明らかになっている。しかし大元の遺伝子記録はすでに失われているため、我々は欠損した遺伝子を修復することができず、もし原始に立ち返れれば、人類の起源である伝説上の地球を探し出すことができれば、人類は生き延びる機会を得ることができるのだが。難しいな。今にはちんぷんかんぷん。ん？なんかリサ、なんとかなんとか。ガリレイ？惑星の名前がいっぱい。これって全部博士の記録？欠けているページはどこに行っちゃった？博士のノートだ。ロボット電子回路 OP1414 の構成と調整事項。博士が M を設定するための本。あれ、何か手書きで書いてあるぞ。リサ、くだらないことに時間を使うなよ、誠。あ、M は誠が嫌い。パソコンにパスワードがかかってない。これは研究資料かな。第4次遺伝子研究レポート。執筆者リサ・アダムズ。もし地球が存在しないのであれば、
人類は遺伝子操作により生み出された人工的な産物ということになる。だがそれはありえない話。博士の惑星分析レポートだ。 M も解析してみよう。 M にはちょっと難しいか。後で解析してみよう。こんなところにモニターがあるなんて、どういう意味かな。 M にはわからない。モニターか。遺伝子サンプルを保存する冷蔵庫、壊れちゃってるかも。あ、本当だ。これすごい、全部サンプルか。大層な。オプス望遠鏡はずっと銀河を分析し続けているような。続いているような。あれ、分析済みの新規データがもう一件。来た。これさ、不思議探査モジュールって、ちょっと後でちょっと見てみよう。クイーンも言ったよね。ソーラーセイル検索レポート。そう、なんか難しいな。これは緊急対応マニュアル、停電の緊急対策、宇宙病の緊急対策、弊社恐怖症の自己管理。これは博士が読んでいた資料。前回の操作記録、オプスエンジンとの通信に失敗。オプスエンジンとの通信に失敗。オプスエンジンとの通信に失敗。停電している時にオプスと通信しようとしたのかな。これ椅子か。これは椅子が倒れてる。確か博士はいつも左側に座ってたっけ。こっちが誠か。これは何なんだろう。のメモだ。すでに20を超える銀河系を調査したが、やはり予想通り不思議が存在する、違う、地球が存在する可能性が見出せない。まさか博士はこの銀河系にあるって言ってた。ゾーン3455まである。恒星、超新星調査、銀河調査。ここいっぱいあって、誠の意地、惑星の夢、夢への贈り物。これイベントか、イベントだな多分。切れてる間にいろいろなことがあったみたいだ。一体何が。嫌な予感がする。思い過ごしだといいけど。さあ、とりあえずじゃあやっていきますか。もうちょっと。あ、不思議探査モジュールだ。ことね。はあ、こっちも見れるんだ。今さら超空間。こっち見てきましょう。一回ちょっとスルーしちゃったわ。こっち簡単そう。リサ聖域0613。一回戻りましょうか。06。6ってどっち？こっちか。6、13。これか？これかな？え？
その星は太陽と類似しています。周囲に惑星ありません。へえ、温度すごい。名前は3、1。はい、こういうの探せるんだ。これで何がわかるの？こっちだ。ちょっとじゃあこっちの方今やってきましょう。よいしょ。こっちこっちのこれ。下の方の0309、下の方とか言っちゃうかもうわかんないよね。絶対後半わけわかんなくなる気がするよ。マリさん、ここの039、これか、これだ。なんだろうなんだろう。その星は太陽と類似しています。非常に熱い惑星が周辺にあります。また温度すごい。3、2。はい、ちょっともうちょっとやってみましょう。次がこれ。与えられたデータにより星を探してください。なんでこう地図出て出してくんないんですかねえ、地図。このなんとか星域ってどこだったっけ。どこ、全体図見たい。ははえ、待って。ここは違うの。リーサでしょ？あ、こっちか、こっちか。ここの、0505。05とは ?5。下か ?6。あ、ここかな ?0505。メモしていこうかな。この惑星の位置の地図じゃないとわけわかんなくなる気がする。太陽と類似しています。複数の惑星が周辺にあります。温度またすごい。33。はい、何の意味があるんだろうこれ。わからない。あとやってみよう他も。よし、行くぞ。これ銀河調査。下記の情報を参考にしてリサ演算法で銀河系を探してみてください。惑星生態シミュレーターのメモ内容。リサ556。なんだこれ、なんとか90。はい。あ、じゃあとりあえず何もないとこだ。無声域の何を探せばいいんだろう。これは見つけたやつ。また入っちゃった、どっかに。どうやって探したらいいの。ヘミス銀河、ここなんかまだ入っちゃったよ。全然わからねえ。どうやって探したらいいの。ゾーン1か、ゾーン4とか。あー、はい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 、了解了解。ゾーンはどこで変わるんですかね。あ、これゾーン1。
ゾーン1の無声域。ちょっと慎重に望遠鏡操作して、この近くだわ。いっぱいあるいっぱいあるいっぱいある。スキャン。地球ではありません。よいしょよいしょよいしょ。スキャン。地球ではありません。大きいの最後にしよう。ブーって言うね。ちゃう。はい、最後の1個はこれは。なんだろう。え、遥か遠くの銀河、その形状から楕円銀河と判断する。謎な銀河って何ですか。ギャラクシー。へえ、なんかすごいの見つかったぞ。え、もう一個いけたよね。今ね、現在地がマジでわかりません。はい。これだ、不思議。あと1個、これだけだよね。あとね、これ見てみましょう。これ何のマーク。よし。え、異常な恒星活動を検出しました。モニターに表記された位置を確認してみてください。リサエンザー法で検出できませんでした。ここどこ。とりあえず左上行けばいいですか。ゾーン1の無声域。はてなはてなはてな。無声域か。今どこにいるんでしょうか。ここ入っちゃうんだもんね。ねえ、よくわかんないとこにいるんだけど、ここは入っちゃう。でもここで途切れる。ねえ、今私どこにいるんだろう。広くない？宇宙って広い。ゾーン2だ。ゾーン3。あ、ヒント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 出てきた。座標分析中。ビビ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 。あっちか。ありがとう。この辺適当にやっていけるしかないのかな。ね、ヒント。あ、これ時間でヒントくれんのね。なんだろうなんだろう。どの辺のことなんだろう。ピピ。あんまり上じゃなかったもんね。大変。あ、ヒントきたヒントきた。おこれか。なんだこれは。え、 LA 型超新星の残骸。残骸の変化から推測すると、超新星はおそらく40万年前に発生したようだ。謎の。
スーパーノヴァ。なんか見つけた。じゃあ、不思議探査モジュールはこれで埋まったかな、一応。あれ、ここもなんかありそうじゃない？調べてないとこがあるのかな？謎ですね。これも見たもんね。もう神だもんね。一応見たし、神も見た。この辺も見た。椅子は反応なし。これも見た。次第にできてくんのかな？出てくんのかな？ちょっとわかんないですね。今見たしな。とりあえず今日はここまでにして、次回多分ゾーン2がまだ途中なので、このとここからやっていく感じかな。はい、ここもなんか見つけていきたいですね。銀河、ああそうだ、特にあれか、順番とかじゃないんだ。材料とかなんだろう。謎が多い。イベントもこんだけありそうだし。はい。というわけで、今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。